ラビア語とフランス語です。なんでフランス語かっていうと、あのモロッコはずっとフランスの植民地だったので、フランス語も結構通じますっていうこと。逆に言うとあんまり英語は通じなくてフランス語とアラビア語しか通じないみたいな感じで、はい。でこれはモロッコのお金なんですけど、この左側にいるおじさんがムハンマド6世って言って、今のモロッコ の、 あの国王です。で右側にいるのがハッサン2世っていう王様で、これは前に死んじゃったあのムハンマド6世の前の王様です。はい。で、まずモロッコでマラキシュっていう、まあ、モロッコで一番観光が盛んなんじゃないかなっていう思う、まあ、町に行ったんですけれども、まあ、ホテルを予約しておいたんですけど、まあ、ホテルの場所が全然わからなくて、でちょうどこの後あのユーゴスラビアの発表する小山君がフランス語を勉強してたんで、あのちょっとだいぶあの道とか聞いてもらって買ってなんとかホテルに着くことができました。で、モロッコのこれマラケシュの新市街の方なんですけど、あのフランスに占領されてから、できた街なので比較的広々としています。で、あのなんか寿司屋なんかもあったりして、なんかアフリカなんでなんかすごい意外となんか発達してるんだなって思いました。はい。でマラケシュで一番面白いのは、旧市街って言われる、まあ、昔からあるあの街並みで、マラケシュの旧市街っていうのは世界遺産にも登録されています。でこれなんで世界遺産に登録されたかっていうと、まあその旧市街っていうのは昔から住んでる人だから、あのなんていうか貧しい人がたくさん住んでたんですよ。で貧しい人がどんどん流れ込んでて、勝手に家とか建て始めて、なんかその旧市街の中がすごいカオスみたいな感じになっちゃうので、そのこれ以上なんていうか雑然とするのを防ぐために世界遺産に登録しといて、でそれでなんか人があんまり入ってこないようにしたという噂もあるそうです。で、その旧市街っていうのはこんな風に壁に囲まれてて、この壁の向こう側が、壁の外側が新市街で、中側が旧市街っていう風になってます。これはあのイスラム教の国のどこの国でも、まあ、見られる光景だと思います。でこれはミナレットっていう、イスラム教の建物なんですけれども、イスラム教徒以外は入ることができなかった、できないです。でこの日の昼ご飯は、観光客向けのさっき言った爆弾広場の向かいの店で食べたので、すごいちょっと値段は高めなんですけど、このモロッカンサラダっていうので、まあ、200円ぐらいで、これはモロッコ名物のクスクスっていう料理で、これで100円ぐらいかなでした。アフリカにしてはすごい高い方だと思います。でクスクスっていうのはあの世界最小のパスタって言われてて、まあ、あの長さが1ミリのパスタでできた料理なんですけど、まあ、僕はなんか粉っぽくてあんまり好きじゃなかったんですけど、でこのクスクスは、まあ、パスタっていうことからも分かるように、もともとはあのイタリアの料理で、さっき説明したシチリア島で生まれて、でモロッコに渡ってきたそうです。はい。でマラケシュの一般の人々がどういう生活してるのかなと思って写真を撮ってみました。でまあそうですね、なんか説明しがないんですけれども、やっぱり今まで行った国とは違うなんか雑然とした雰囲気があって、まあここはやっぱりアフリカなんだなっていうのを感じました。